本当に剣の形してる。すごい建物だな。でもここって何のための場所なんだろう。学園が緊急事態になった時に重要な役割を持つって噂を聞いたけど。今がエマージェンシーだろ。エマージェンシー、エマは毒だし。うん、早くエマさんを助けなきゃ。とりあえず中に入ろう。これ中入れんのかな。これそういや今日の夕飯カレーだって。すっげえ楽しみだな。え、僕はハンバーグって聞いたよ。それ今する話じゃないから。先に進めるようになったみたい。ねえ、なんか誰かに見られてる気がしない？ストーカーにつけられてんのか、それともファンか。人気者はつれーなー。それは違うと思うよ。でも慎重に進まなきゃね。どこ？ああ、いた！結構。やばい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 。うわ！こんなにエグいのが出てくんだ。さっきの視線ってあれなの？下手なストーカー。お前の魂胆は。わ、ちょっと上からたまたま避けられたけど。どう見ても違うでしょ。わわわわわ、なんだなんだなんだ。うわわわわ、地面から。うわ。で結構あれじゃないか、追いつかられてんじゃない？ああ間に合った。これ妖怪ウォッチ史上一番怖いんじゃないかな。わあ、雷雲ボスじゃなかった。あ、やられちゃったんだ。まだまだよ。やられた味方を孵化させんのもバスターズと一緒だね、これはね。早くエマさんを助けましょう。待ってろエマ、一気に駆け上がるぜ。お、またいた。なんだ。痛いですね、痛いですね。なんだこのデブネズミ。モモだよ。あからさますぎる罠にかかってる。痛いですね、痛いですね、とっても痛いですね。仕方ねえな、今外してやるから。ありがとうですね。ちんぺくん急いで、ここに長くいるのは危険だから。あ、さっきのやつだ。うお、こんな時に。下手です。意外と罠引っかかったまんまでも大丈夫なんじゃ。痛いですね、痛いですね。本当に痛いのかそれ。後で外してやる。今はやばいくらい忙しいんだ。あんな古典的な、あー食らった。やばい。ネズミじゃなくてモモがですね。うわー、これ結構避けるの大変だぞ。でずっと端っこいよ。おい、
くなんだなんだなんだ、なんか出してきた。うわ、ハートハートハート回復しよう。あ、外してもらえたんだ。助かったですね。食べられるところだったですね。罠も取れたし、これで自由だな。ありがとうございます、ありがとうございます。あの罠どこで引っかかったんだよ。あんなのトムとジェリーぐらいしか見たことない、あんな罠。このご恩は死んでも忘れませんね。にしても普通あんな罠に引っかかるか。その大好物のチーズについ、手を出しちゃったですね。休む暇もねえってか。デブネズミ、お前は先に逃げろ。あとは任せたですね。モモンガですね。どこからでもかかってこいですね。わらわら消えてきやがったぜ。全員まとめてやっつけてやる。くっしゃめだ。悪くないな。いただきますですね。あ、モモの声、上の階から聞こえたよ。あれ、モモがいないね。また始まった。ストーカーっぽい音量から逃げようになってる。うわー、ちょっときつい。うわー、樽を避けるの難しいな。もうぶつかりにいってるけど、樽に。ハートハート。うおーい。これエマじゃないよね。うわ、すげえよだれ垂らしてるけど。あ、ちょっと変身した方がいいかなこれ。うわ、それきつ、足遅くなる。強くないこれ。お、なんか仕事してる。
化け猫出てきた。いいねいいねいいね。必殺技かなこれ。うわわわわわ、回転するな。逃げて逃げて逃げて。あ、まだなんかやってきそうだね。お、やっつけた。あれ、ミッションクリアになってるよ。倒せた。結局何だったのよあいつ。ストーカーもいなくなったし、これでエマも安心だな。そういう依頼じゃなかったよね。ジョブランクがファックスになったね。あれ、シェフがパンツをファックス。全然違う。あれがエマだったのかな。エマ助けるミッションクリアになってるよ。なんか、いやひどい目にあったですね。あなた食べられてなかったっけ。すでにさっき螺旋階段から落ちて死んじゃってたんですね。いやもう死んでんのかお前。軽く言うな。死んじゃってたの。だから食べられてもなんともないですね。不幸中の幸いというやつですね。それ不幸中の幸いって言うのかな。いやいやいや、不幸中の不幸だと思うよ。というわけで、ももも皆さんについていくですね。お、メダルだ。ミーがいればみんなを乗せて飛ぶこともできるんですね。こんなに小さいのに本当か。もう一回召喚してみるですね。よし、やってみるか。お前の時間だ、デブネズミ。モモだよ。本当にでか。おお、こんだけでかけりゃ背中にも乗れそうだな。学園の中もすぐに移動できるかも。それぐらいならお安い御用ですね。おお、頼もしいじゃんか。しかしこれでデブネズミらしいデブネズミになったな。ネズミじゃなくてモモンガですね。モモトラベルを使うとモモに乗ってスイスイ移動できます。おー、すげえ。雲外鏡みたいなやつかな。一番上の階みたいだけど。そうだ、エマだよエマ。じゃあエマが囚われてるのはもうすぐそこだな。ちゃちゃっと俺が助けてくるぜ。チャオ。あ、かわいいまさかのかわいい。君がエマ？はい、大王子エマです。俺はジバ・ジンペイ。学園長に頼まれて君に取り付いた悪霊を退治しに来たぜ。さ、悪霊を出して。悪霊って何のことですか？え、だから君に取り付いてるなんかすっげーやばいやつ。話が違うな。違いますか。まあいっか、悪霊もどっかに行ったのかもな。そんじゃエマ、今すぐ外に出よう。え、もう階段はゴリゴリだし、パーッと空でも飛ぼうぜはい。ももだよ、行くですね。おお、ようやく帰ってきたか。
エマを助けてくれたのだな。へへ、バッチリだぜ。おお、諸君、よくぞやってくれた。それで、私の可愛い娘はどこにいるのだ。エマ、入ってこいよ。おお、愛らしい声、愛らしい顔、間違いなく私のマナ娘エマ。さあエマ、パパの胸に飛び込んでおいで。パパエマ。うわ、取り付いてたのこいつなんだ。食べられちゃったよ。怨霊、退治したはずなのに。いや、退治はしてないから、立ち去ったことにしてたから。うん、逃げた。おかしい様子はなかったのに、どうして。エマさんに取り付いていた怨霊が正体を現したようね。あ、エンラ先生。あれは親の目、取り付いた者の家族を襲う怨霊よ。だからエマさん一人の時は何の害もなかったんですね。そんな、私のせいでパパが。まあまあ、お前のせいじゃないって。学園長のことなら心配すんな。胃袋から引っ張り出してきてやるよ。チンペイさん。じゃあみんな、次のミッションよ。怨霊親の目を退治して学園長を救ってちょうだい。ラジャー。おお、これ体験版だけどめっちゃ続くね。体験版って大体1時間ぐらいでおしまいなんじゃないの。はい、ということで、これ今動画4本目なんで、じゃあ5本目はその親の目っていうのをね、倒していきたいなと思います。はい、ということで今回この動画はここでおしまいにしたいなと思います。